トランスファージェットはソニーが提案した新しい近距離無線転送技術です。従来の無線技術の課題であった複雑な接続設定や不安定なデータの転送状態といった課題を解決し、カダス動作により自動的に機器同士の接続が確立される通信が始まるという直感的なユーザーインターフェースが特徴です。物理層の転送レートは 560Mbps まで対応しており、通信状況に応じて最適な転送レートを選択する機能を搭載しています。通信状態が悪い場合には自動的に転送レートを落としながら通信を維持できます。また微弱出力による近距離専用の無線システムのため、他の無線システムに干渉を与えることがほとんどなく、多数のユーザーが同時使用しても性能低下がありません。まあ、イメージとしてはお財布携帯だったりスイカだったり、やっぱり今カード1枚でこう非接触の通信なんかができますけど、それを実際に撮るデジタルカメラから直接こういったパソコンであったりデジタルフォトフレームといったところに簡単に写真の転送ができるといったような技術になります。まず撮影する機材ですけども、サイバーショットの方が、トランスファージェットに対応しているものが必要になります。それからですね、撮影するメディアの方ですが、この記録メディアに関してもトランスファージェット、対応のものが必要になります。ソニーは2009年11月に初のトランスファージェット対応 LSI の出荷を開始し、現在はトランスファージェットステーションやバイオ、ノート PC といった対応商品が発売されています。今後この技術の採用を広く業界に働きかけ、対応製品を増やしていく予定です。